ジーン・モリアス、ポートレートバイ、アントニオ・デラ・ガンダラ。ジャン・モレアスは、アテネ生まれの象徴主義の詩人。今日よく知られているのは通称であり、本名は、ヨアニス・エ・パパ・ディア・マンド・オプロスという、フランス語で作品を書き、パリを活動の拠点とした。サンマンデで54歳で死去した。1886年9月18日付の、フィガロ神に、象徴主義宣言。 レサンボリズムを掲載し、実質的に象徴主義を定義、提唱した人物である。象徴主義宣言、大役上記場桜は、分け ISBN48 億1500万4978、象徴主義第一の武器、宮田慶繁役 ISBN978 から49億972万7015、ギリシア旅行機、 宮田景繁役 ISBN978 から49億972万7 114。スタンス。アイツ宮田景繁役 ISBN978 から49億972万7 237。エルネストレーノ。ジャンモレアストスタンス。宮田景繁役 ISBN978 から49億972万7 176。ありがとうございます。